皆さんこんにちはレックス専任講師の沢井清春です労働基準法第1回目の講義入っていきたいと思いますどうぞよろしくお願いいたしますはい、労働基準法第1回目の講義入るんですけどもまず皆さんね勉強するということは大変重要なことでございます一番大事なのは興味を持って勉強していただくということでございます労働基準法は私たち社労士のバイブルですそして これ職場を守るためのね最低限のルールとなりますのでまあ皆さんの職場でも労働基準法とても大事という位置づけになりますではしのこと言わずに早速入っていきたいと思いますよろしくお願いいたしますはいそれでは入っていきましょうまず労働基準法テキスト2025年労働基準法と書いてあるテキストを開けてくださいまずは少し目次を確認しましょうね早速というものがあります早速というのは 全体を通してのま1つのルール考え方ですね。これがま総則ということになります。この総則の中身に関しては、試験ではま1問必ずと言っていいほど出てきますので、まあしっかりやっていただくということになるんですね。それからまあ労働契約はい、労働契約の意味合いはこれ使用者というね。言葉を使います。労働基準法ではまあ経営者側ま、もっと簡単に言うと会社側のことを。 使用者という言葉を使うんですけれども使用者とこの労働者との間の、まあ、契約ですねこれを労働契約と言いますそして、まあ、さらにですね内容第2節とかは不当な身柄拘束の禁止、まあ、労働契約の終了などこれを学習したら第3章に行くと賃金ですね、まあ、よく給料とか給与とか、まあ、そんな報酬とかね言い方もしますけれども労働法の世界では まあ労働の対価として受けるこの金銭のことを賃金というので一つ今のうちに覚えてください。まあ、特に賃金支払いの5原則に関してはまあ超重要事項となります。そして最もボリューム感が大きいのが第4章の労働時間休憩休日さまざ、あ、まな労働時間の考え方や制度休憩とか休日の考え方が出てきますので ここは根気よく勉強していきましょう。一ページをめくっていきます。ここからは権利の話です。年次有給休,休暇ですね。そして六章七章は保護規定です。年少者、これは十八歳未満のものを年少者と言います。また妊産婦、妊産婦とは妊娠中の女性と産後一年を経過しない女性のことを妊産婦。 と言いますはいこの18歳未満の年少者や妊娠中の方また産後1年を経過しないこの妊産婦の方合わせてですねに対しては少し保護をしなければいけないですよね保護規定になっていますこれが6章と7章そして8章はほとんど試験に出てきません9章に関しては考え方だけなのでこれも何か覚えるということではないです 災害保障とはちなみに、これ、労災保険の元になった考え方で、例えば、仕事中に怪我をした場合、使用者が責任を持って、ですねその治療費などを払うという考え方なんですね。現状、この9章の災害保障に関しては、労災保険、こちらの方にまあ今、転嫁されていると状,態状態になっています。なので、考え方だけ知っていただければなというところです。章はは就就業業規規則則ですね就業規則はまあ会社の ルールまあ、社内のルールブック、これが終了規則ということになります。そして、寄宿舎に関してこれはできればって感じです。絶対というところではないですね。例えば独身寮とかまあ、そういったものですね。から、監督機関まあ、その他次のページですね。雑則罰則、ここも重要な部分だけをまあ、ピックアップしてという形になります。 はい、そして、まあ、出題一覧というのはまさに参考にしていただきたいんですけど念のためにお伝えするとねこの選択式に関しては、まあ、今のところ穴5個の中で2つが判例2つが判例選択式穴5個の中で2つが判例1つが法令あとの2個は安全衛生法という、えー、わけになってます。ででではは学び方とということですねでは1番 労働基準法は日本国憲法第27条2項の勤労条件の基準の法定の規定に基づき昭和22年に規定されたということなんですけどもこの憲法というのがありましてですね憲法というのはこれは直接国民を統治するということではないんですね。立法機関例えば国会等が暴走しないようにまたは国会等に一定のですね決まりを作るように。 それを命じているのが憲法です。憲法二十七条で、勤労の条件の基準は、これ、法律で定めろと書いてありますね。それを受けて、昭和二十二年に労働基準法が制定されたという流れになります。考え方だけです。あとは、できればということで、一読お願いいたします。では、次のページです、はいまあ。序論というところなんですけども、労働基準法は生存権。 はい、これがですね、非常に元に元あるんです、ね、憲法25条第綱項を背景に、えー、勤務条件法定主義、これが今見た27条ですね、憲法ですね、具体化する法律として昭和22年新憲法ができてすぐに労働基準法が、まあ、制定施行されたと。はい、また、まあ、最低賃金や安全衛生法の、まあ、制定に伴い最低賃金に関しては、 はいこれは削除されて別途最低賃金法ができました安全衛生に関しても削除されてで今度は安全衛生法というのがまあ別途できましたということになりますそして25条これは後で出てきますので27条見ていきましょうね賃金、就業、時間、休息その他の勤労条件に関する基準は法律でこれを定めるこれは憲法の内容です憲法で 定めると言ってるんだから定めるよなってことでできたのが労働基準法ということになるんだよねはいあとはできればということで見ていきましょう次のページですね総則というものがありますよね総則というのは全体を通しての考え方なのでいろんなところにかかってくるね、左右して作用してくるということになりますはいそして労働契約賃金労働時間休憩等 そして、就業規則まあ、寄宿舎の規定ということになっておりますね。そして、年少者とリン散布、これは保護規定になります。では、次のページを見ましょう。アイコンのね。説明しておきます。ポイントというところはまとめや重要ポイントの強調ですので、重要ですね。はい、パワーアップっていうのはさらに一歩ね。ちょっと進んだ考え方でやっとくと応用が効くぞというような感じですね。 はい、選択式注意と書いてあるのは穴あけ問題、穴あけ問題ですね。はい、太字というのは穴が開くとか、強調したい部分。趣旨というのは制度の背景とか。まあ、別に、よ、ね、必要な時に読めばいい。参考というのは補足ですね。で、七割圏外というのは、ね、もしちょっと苦しくなっちゃったら、そこは端折っていいよっていう感じのところですね。はい、では、入っていきましょう。 まずとということになりますでますず労働基準法についてですねちょっとだけ説明を入れさせていただきますと労働基準法は罰則を持っている法律です。罰則を持っている法律です。最低基準を設けておいて最低基準を下回っちゃったらそこは罰則が来るそして罰則が来るっていうのは罰則って何かというとですね、はい、例えば懲役とか罰金です。さすすがに懲役とか罰金あれば守りますよね ダメだったら懲役になっちゃうよっしたら守ります守りますということを背景にして守らせる法律です、はい、なのでね労働基準法に関してはまあ妥協を許さないものなんだというのが一つあるんですねただ全ての条文がそのように妥協を許さない、まあ、強硬的なものになっているわけではないんですでは見ていきたいと思いますまずは第1条第1条の第1項かっこ半角行1は1項と読みます 労働条件は労働者が人たるに値する生活を営むための必要を満たすべきものでなければならないはい人たるに値する生活ってどんな生活なのかなっていうふうなね、まあ、解釈が後から出てきますそして第2項この法律で定める労働条件の基準はこれ大事ですね最低のものであるから労働関係の当事者は この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとよりまあ、これね低下させてならないことは元も元より当たり前だよねってことですその向上を図るように、まあ、努めなければならないと。はいま初、あ、めなのでちょっと趣旨読んできましょうか、まあ、本条第1項は日本国憲法25条第1項これチェック健康で文化的な最低限度の生活保障でした と趣旨を同じくするものこれ押さえちゃいましょうね25条、最低限度の生活と趣旨を同じくするものです。えつまり、労働者が人間として価値ある生活を営むために必要な、まあ、最低限の労働条件を保障すべきことを明らかにしたものである。はい、これは、本条各条の解釈にあたり、これ、基本観念となります。常に考慮されなければならないものである。また本条2項において 労働基準法の定める労働条件、これ、絶対、最低のもの。最低ラインを下回ったら罰則です。はい、そして、最低のものであるとして、労働基準法に定められた基準を、まあ、理由として、労働条件また引き下げてはならないことは当然、むしろ向上を図る、ここは努力ですね。努力の場合は、これは罰則というのはないです。努力規定に罰則はないですね。はい、ということで、1条は。 日本国憲法25条第1項健康で文化的な最低限の生活保障ただしこの1条1項2項とも罰則の適用というのはないですはいこれ努力規定とかねまあ訓示的核あるべきだと核あるべきだというね訓示規定的規定なのではい罰則というものはないです1ページをめくっていきましょうポイントですね労働条件とは 労働者の職場における一切の待遇を言うは、これ絶対、覚えてください。雇いで採用は労働者として使用者との関係が生まれる前なので、労働条件には含まれません。例えば採用条件、でも何々卒以上とか、何々の資格が必要だとかね、運転免許証が必要だとか、まあ、そういうのは入る前の話なので、労働条件には含まれない、これ超大事。人たるに値する生活へとは、 えー、この一般の社会通念によって決まるこれ押さえましょう一般の社会通念によって決まるそして労働者本人のみではなくここ大事ですね標準家族を含めて考えるべきものであると押さえましょうあとははい、えー、労働関係とは使用者と労働者間の労,使、えー、労務提供とそれに対する賃金支払いを軸とする関係を言いい労働関係の当事者とは 使用者労働者のほかにそれぞれの団体、使用者団体労働組合などこれ含まれるですね、例えば労働組合さんなんていうのはね、まあ、労働関係の当事者になりますということで考えてください。もう一つ、この基準を理由として、はい、この基準を理由としてってね、労働条件を低下させてはならないという意味です。ははいこここ労労働働基準法に規定ががあることがそのの条件低下の決定 決定的理由となっている場合をしたがってここチェックだよ社会経済情勢の変動と他に決定的な理由があればまあ低下させても停職するものではない例えば新型コロナの影響で受注が極端に減ってしまったんだいや困ったなコロナの影響でもう仕事の発注が半分ぐらいに減っちゃったんだよ申し訳ないんだけど基本給ちょっとだけちょっとだけ基本給下げないと会社がやばいんですけどもなんていう場合に関しましては はい、これは労働基準法違反とはならないわけですね。はいまあ、経済に決定的な理由があって、変動等決定的な理由があってやむをえず、ー、労働条件を、まあ、下げるようなケースというのは、これはですね、はいまあのえー、この労働基準法には違反するものではないということですね。はい、違反の場合というのは、自分の会社が労働基準法の基準より、ねえー、いいよと。 例えばうちの会社は7時間労働で労働基準法はま1日8時間まで労働することができるよじゃあね労働基準法に合わせて8時間にしましょうこれはダメですこれはダメですやってはダメってことですねはいじゃあちょっとレジュメでね確認してみたいと思います第1条労働条件の原則労働条件は労働者がさあ穴あけ問題 人たるに値する生活を営むための必要を満たすべきものでなければならないこの人たるに値する生活というのは健康で文化的な最低限度の生活憲法25条とま同じ趣旨なんだこの法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから労働関係の当事者はこの基準を理由として 労働条件を低下させてはならないことはもとよりその向上を図るように努めなければならない労働条件はここ大事ですよね雇いれ採用は含まれないこの基準を理由としての解釈としては労働条件の低下の理由が社会経済情勢等であれば違反はしないということになりますテキストに戻ってきました続きまして二条に入っていきましょう 労働基準法第二条第一項第二項確認していきましょうね。労働条件は労働者と使用者が対等な立場において決定すべきものである。これ大事ですね。第二項です。ここは用語のチェックをお願いします。労働者使用者は労働協約就業規則。労働契約を遵守し誠実に。 各々その義務を履行しなければならない。はい、いろんな用語が出てきましたね。はい、まず第1項の解釈ですが、まあ、対等な立場において決定すべきものと、はいまあ。対等な立場じゃなければいけないよね。どちらかが、まあ、力が強いからといって、まあ、そのね、圧迫をしてくるようなやり方は駄目ですよということですね。本庄は、労働条件の決定、これに伴う、 両当事者の義務に関する一般原則をまあ宣言する規定そして罰則はないですだから1、2条に罰則なしですね1条、2条ともに罰則なしですね次のページを見ましょうはい、まず用語の意味としては労働協約と読みます労働協約とはこれは労働組合法に根拠があります労働組合と 使用者その団体とのまあ、労働条件に関する合意これが労働協約これ書面主義ですね書面主義なので必ず書面で作成するというね両当事者の署名とか必要になります書面主義をとっていますはい、まあ、労働組合って人数多いのでまさすがにね、証拠書類が必要なんだよだから書面主義なんだよっていう考え方です就業規則とは はい、これは労働者の就業上遵守すべき規律、まあ、簡単に言えば使用者が定めた職場のルールですね使用者が定めた職場のルール労働契約個々の労働者が使用者から対価を得て当該使用者のもとで事故、まあの労働力の処分を委ねることの契約、まあ、簡単に言うと会社と個人の契約ですね会社と個人の契約ということになりますでは 一度ここで2条を確認ししてみましょうね2条は労働条件の決定労働条件は労働者と使用者が対等な立場において決定すべきものである。第2項労働者使用者は労働協約就業規則および労働契約を遵守し 誠実に各々その義務を履行しなければならない労働協約就業規則労働契約と法令との優先度の関係をここで見ていきます最も優先順位が高いのが法令次が労働協約そして就業規則最後が労働契約の順番になりますこの効力の順番も含めて覚えておきましょう ではテキストに戻ってきます1ページ進みましょうさ、三条平等原則です三条は試験的には非常によく使われる条文なので、まあ、必ずね重要ポイントとして覚えていきましょうはい、まあ、選択式注意と書かれていますよねはい、三条からは罰則が出てきます均等待遇第一項使用者は 労働者のこれ押さえです国籍・信条・社会的身分を理由として賃金・労働条件その他労働条件について差別的取扱いをしてはならないとはいということでここ押さえてくださいね国籍・信条・社会的身分この三つは覚えましょう性別が入っていないという特徴がありますはい、えー、この差別をしてはいけないと書かれているんですけどね 差別というのは必ずしも、まあ、一方の人をです、ね、不利に扱うだけではなくて、はい、逆に有利に扱うのも逆差別の発生につながります。なので必ずしも有利に扱う不利に扱うこれ差別については規定がないんですよ。例えば労働基準法では、えー、女性の、ねまあ、妊娠中の方とかを有利に扱ってるんですね。なので まあ、いわゆる逆差別をしてるんだからだから3条に性別は入っていません例えば3級は女性にはありますけれども男性にはありませんのでねはいということで、えー、3条に性別が入っていないというのが特徴になります覚えば国籍信条社会的身分国籍信条社会的身分これ覚えちゃってくださいはいではちょっと内容について見ていきましょうまずは 信条社会的身分ということなんですけどねは特定の例えば宗教は何を信じているかとか信じていないとか政治的信念、まあ、どんな政治的信念を持っているか、はい、これっていうのは、まあ、そもそも論でね憲法で、えーまあ、保護されるべきこう、ね、個人の尊厳にかかる部分なのでこれで差別しちゃダメですよ。 はい、社会的身分とは将来の身分具体的に言うと例えば出身地ということですねはい、まあ、今の世の中で出身地による差別ってほとんどなくなってきてるとは思うのですがもしそういうのがあるとしたらそれは絶対にやってはいけないことですはい信条とは、まあ、宗教政治的社会的身分とは、まあ、出身地などの将来の身分を言うんだということを知っておいてくださいねポイントです 特定の思想・信条に従って行う行動が企業の秩序維持に対し重大な影響を及ぼすような場合においてその秩序違反行為そのものを理由として差別的取り扱いをする場合には本条の違反の問題は生じない。例えば何を信じているとかね政治はどんなふうに考えているってこと自体に関してはそこで差別をしてはいけないんだけども例えば政治運動をしていって 例えば社内でですね政治運動が始まっちゃってまあ迷惑しているといったような場合ですねこれがまあ秩序違反行為になりますここで例えばねじゃあその人のお給料をちょっと下げるとかねはい罰則を取るとかいうのは差別ではないということになりますねはいまた国籍信条社会的身分はこれ押さえましょう限定列挙です性別はは入っていません限定列挙というのは 国籍と信条と社会的身分についての差別を禁止している。国籍信条社会的身分に限って禁止です。例えばではないです。国籍信条社会的身分に限って差別が禁止ということになります。その他の労働条件。その他の労働条件で差別をしてはいけない。例えばどんなものか。はい。解雇入りますので、抑えましょうね。はい。こういった、まあ、大体すべてが含まれるんだけども。 1一条と同じで、雇入れとか採用は、まあ、労働条件に含まれないということになります。はい、これ押さえということになりますね。はい、そして次のページを確認してきましょうね。差別的取扱いとは、労働者を有利に扱っても不利に扱っても差別となります。 そしててて前ののページの一番下にに書いいいいあったたこととを最後に説明を入れていきたいと思います本条は差別的取扱いをしてはならないのであって就業規則等に差別規定が設けられていても現実に差別が行われていなければ違反とはならないただし規定は無効、はい。就業規則に規定があっても現実に差別がなければ三条違反とはなりません。 なぜか今か今らお伝えしますちょっとレジュメを使います使用者は労働者の国籍信条社会的身分を理由として賃金労働時間その他の労働条件について差別的取り扱いをしてはならない3条は罰則があるんですよ。でねじゃあこの条文を見て何をやったら罰則になるか。 まあ例えば懲役とかね、罰金取られる。はい。どうしたら懲役とか罰金になっちゃうのかっていうことが分からなければいけませんよね。条文ですから。はい、ここです。差別的取り扱いをしてはならないと書いてありますね。差別的取り扱いをしてはならない。だから、差別規定を設けてはならないとはどこにも書いてないんです。だから、差別的取り扱いをした時点で、その時点で罰則が来る。はい、これ、条文に全部ヒントがありますので。 この後もね条文をよく見てください。差別的取り扱いをしてはならない。どこが罰則ポイント、どこが違反ポイントになるのか、それは差別的取り扱いをした時点で罰則になると。とだから差別的取り扱いをしてはならない。というふうになるんですね。差別規定を設けていても差別的取り扱いをしてはいないんだから、三条違反にはならない。この考え方、超重要なので、押さえてください。信条とは 特定の宗教、政治的信念、社会的身分とは将来の身分ですね。例えば出身地みたいなものを言うということになります。国籍、信条、社会的身分は、まあ、限定列挙ということになります。労働条件に雇い入れ採用は含まれません。ではテキストに戻ります。一ページを戻ります。はい、まあ派遣のところポイントに書いてあるところはできればでいいです。 で判例はですねぜひ押さえておきましょうはい三菱実習事件と三菱受詞事件これ有名ですはいちょっと一回読みましょう穴開け問題、えーね、あの対策になります企業者は経済活動の一環とする労働契約も契約ですから契約締結の自由を有し、まあ、事故の営業のために労働者をまあ雇用するにあたり いかなるものを雇い入れるかいかなる条件でこれを雇うかについて法律その他特別な制限がない限りこれが原則として自由にこれを決定することができるのであってとはいこれ民法の考え方ですね契約は自由ですはいえー、企業者が特定の思想信条を有するものをそのゆえをもって雇い入れることを拒んでもそれを当然違法とすることはできないはい3条でやりましたね 確かに国籍信条社会的身分で差別をしてはいけないとは書いていたんだけども雇いで採用条条件件はは労働条件になならないからかそこは制限がかかりませんそして3条は労働者の信条によって賃金その他労働条件について差別することを禁じているがこれは雇い入れ後における労働条件についての制限であって雇い入れそのものを制約する規定ではない。師匠 信条を理由とする雇いでの拒否を直ちに民法上の不法行為とすることはできないことは明らかであり、これをまあ公助良俗違反と返すべき根拠も見出すことはできない。公助良俗違反、民法90条、はい、これは公の秩序、風俗に反する契約はまあ無効となっちゃいます。例えば違法な賭博によっって作った借金は無効 これがまあ構造、領属違反の考え方、はい。これにもなりませんってことですね。そういったことにもなりません。だから、例えば特定の思想、信条をもって入社を拒否したとしても、労働基準法にも違反しないし、まあ、民法の規定に違反するということでもないですということになります。では、1ページをめく、えー、下ですね。ごめんなさい。今度は4条というところで見ていきたいと思います。4条は、 男女同一賃金の原則先ほど3条で性別が入っていませんでしたそこで4条でははい、こうなります3条の補強ですね使用者は労働者が女性であることを理由としてここチェックですね賃金,賃金のみについて男性と差別的取扱いをしてはならないと。 ということで次のページを見ますまず男女同一賃金の原則はまず賃金についてのみの差別禁止です女性であることを理由として賃金に不当な差別をしてはいけませんということですねはいで女性であることを理由としての解釈ですが女性であることを理由としてとは労働者が女性であることのみを理由とすることあるいは社会通念としてまたは 当該事業場において女性労働者が一般的平均的に能率が悪いとか勤続年数がま短いとか主たる生計の維持者ではないなどを理由とすることをしたがってこの後ですね労働者の職務能率技能等によって賃金に個人的差異のあることは差別的取扱いではないです。例えばある 女性の方とある男性の労働者が同じ仕事をして同じ効率だった結果も同じだったここでどっちかを差別するこれ有利に扱っても差別ですからどっちかを差別するこれは違反になりますはいところが例えばですね男性労働者が1日荷物を50個配送します女性労働者は荷物を40個配送しますこれによって歩合給が変わるなんていうのは これに関しては能力とか結果に対する判断ということになりますのでそこは違うんだよねってことを言ってるわけですね。